違うよ、研究してたの。空手とか剣道とか武道の方って体操にも通じるものがあるの。だからみんなで見学してるんじゃない。次は初心者の指導だったな。わかった、時間がもったいない、すぐに始めよう。先輩、こればっかりは仕方ないわよね。
見に来てたのか？この間は悪かったな。遅くまで手伝わせてしまって。おかげで仕事もほとんど片付いたよ。ありがとう。君の入れてくれたコーヒー、なかなかうまかったぞ。またよろしく頼む。どういうこと？暇？
私今から部活の方に顔出さなきゃいけないんで、代わりにちょっと頼まれてほしいんだけど。これ、高梨先輩に届けてくれないかな。高梨先輩が少しでも早く提出してくれたら助かるって言ってたから。ダメかな。それじゃあ、よろしくね。どうぞ。真泉は仕事が早くて助かるよ。ありがとうと伝えてくれ。まだ何か用があるのか？
暇ならこれを頼む。昼食ならさっきそれを。栄養のバランスは取れているぞ。悠長に食事などしている暇はないんだ。放課後までにデータの集計をしておかなければならないからな。もう少し早く報告が上がってくればいいんだが、体育会系の部は夏季大会の練習で忙しいせいか報告が遅くてな。じゃあコーヒーを入れてくれないか。それから近いうちに頼みたいことがある。詳しいことは追って知らせる。
ゃった。私下ばかり見てたから。上ですか？ありがとうございました。目を離すとすぐに跳ねていっちゃって。でもこんなに元気な子はきっと立派に働いてくれますよね。失礼します。